こんばんばはでですラストですラト歴史はエンターテインメント小牧・長久手の戦いの後一旦は和睦したものの秀吉と家康さんの間は緊張関係が続いていたってことについては石川一真さんの出版の動画でお話しした通りなんですが秀吉としてはね自分に侵入しようとしない家康 つまり一向に上洛してこない家康に対して最初は武力行使して従わせてやろうって考えていたんですね。でそのための出兵命令なんかもバンバンに出してたんですよね。でもそんな矢先の天正13年11月29日に大地震が起こって秀吉の支配下に多大な被害が出てしまったわけですね。美濃ではね。 大垣城が全壊して燃えちゃうし、終わりでも清洲城が液状化で被害を受けたり、あとあの伊勢の長島でもね、液状化のせいで城が倒壊しちゃったりという感じで、とてもじゃないけど出兵できるような状態じゃなくなってしまったんですね。秀吉のね、支配下で長浜城っていうのを預かっていた山内和豊っていうのがね、いるんですけれども、山内和豊の妻っていうのでちょっと有名な人ですけど、この山内和豊なんかも長浜城が全壊してしまって、 娘さんがね、そこで亡くなってしまったっていうぐらい大きな被害が出てきたわけなんですよね。それで秀吉はやむなく武力行使ね、家康さんのところを攻めるっていうのを諦めまして、政治的に家康さんを従わせようと方針を変えるわけなんですね。まずやったのが自分の妹の朝日姫を家康さんの制裁として嫁がせるってことだったんですよね。この頃の家康さんってご存知のように制裁の築山殿、せなちゃんが死んじゃって、ちょうど制裁の座が空いていたんでね。 ただね、これは妻とは言っていますけれども、人質です。自分の妹を人質にするんで、自分に従ってちょうよっていうね、秀吉さんの意思だったわけなんですよね。朝日姫ってどんな人だったの 朝日姫は、秀吉のお母さんの中さんが再婚した相手との間に生まれた娘なので、秀吉さんにとっては、異不満お父さんが違う妹っていう形になります。で、朝日さんなんですけど、家康さんと結婚するって決まった時に、もうすでに結婚していたんですよね。旦那さんっていうのは、結婚した当初は終わりの農民だったんだけど、秀吉さんが出世したのに従って、旦那さんも武士に取り立てられたので、この頃はね、佐治、日向の神っていうのを名乗っていたらしいです。 らしいですただね朝日さんの夫については諸説あって織田家の家臣の添田義成っていうのが夫だったんだっていう説もあるんですがとりあえず秀吉が朝日姫を家康さんと政略結婚させようとした時には誰かはちょっと諸説あるけれどももう他のね男の人家康さん以外の男の人と結婚しちゃってたっていうのはね確かなようです。普通だったら家康さんとは結婚できないやいやいや。 当時ででも重婚はダメですあの <laughs> だもんでね秀吉さんは朝日姫の夫に五百石を与えましてねこれやるからって因果を含ませて妹と強制的に離婚させて家康さんに嫁がせた秀吉さんはやっぱりひどい人だよね <laughs>、うん ただね、昔はね、旦那さんと朝日姫の仲はとっても良くて、強制的に別れさせられた後ね、もう旦那さんは出家してしまったとか、あるいは離婚したのをね、悲しんで自害してしまったんだとかっていうふうに言われてたんですけれども、最近ではね、ちょっと新しい説が出てきていて、いやいや、二人はね、もうもっと前にかなり前に離婚してたんだよっていうふうに言われたりもしているんですよね。なので、これまでの通説では、すごく仲のいい旦那さんと無理やりね、別れさせられ <laughs> そして旦那さんの方は出家するなり行方不明になるなり自害するなりちょっと悲しい出来事があった上で朝日さんは家んに嫁いだんですよみたいな感じだったんだけどいやたまたま別れてたんでみたいなのが最近ちょっと出てきてはいるんですけどねドラマの方ではね一応通説かつての通説これまで通り結婚してたの無理に別れさせられて旦那さんは行方不明になったっていう形をとってはいましたけどもね とりあえずね、天正14年、織田信活の仲介もあって、家康さんは秀吉さんの妹の日姫と結婚することになります。その時にね、家康さんの方から結婚するとなったらさ、秀吉さんの方に結納を持っていかなきゃならないんですよね。まあ今も昔も奥さん迎える人が結納を渡すみたいなことがあるんですけど、その時に、秀吉さんがあんまり知らない人が結納を持ってったら、こんななんか俺の知らんような家臣をよこすんじゃねえって秀吉が言って、もっと名前の知れてる自分が知ってるやつをよこせって言って、 秀吉がが本田忠勝がいいとかって言ってて言名指しすするんですよ実はね、小牧長久手の戦いの時に、本田忠勝と秀吉って直接対決をしていたので、その時のね、本田忠勝のね、あの、いいパマトさんみたいな、かっこいい武者ぶりに、秀吉さん惚れ込んじゃって、本田忠勝を自分の配下に欲しいって思ってたんですよ。秀吉さんってね、成り上がりで、それで武士になったもんだから、元からのね、家臣、普代の家臣っていうのがいなかったのでね、まあ、よその大名の下に、ちょっとね、いい家臣がいるなと思うと、すぐヘッドハンティングをしたがるというね、 癖があるにはあったんですけれどもまあ、まあ今回もユイノにかこつけて本田忠勝を大阪城に呼んでリクルートしてしまおうって考えていたようなんですよね。ただね、ユイノの死者に本田忠勝を指名したっていうのはね徳川実紀の話で、他ではね死者は榊原康政が指名されたんだってなってて、秀吉は例のほら小牧内閣展の時に激文秀吉のね、んなんか出自が悪いとかってね、書いてあの激文に怒るどころか、いや立派な文だで字も上手いでみたいな感じで感心して、ここでも榊原康 康政をリクルートしようとしたって話もあったりします。本田忠和にしろ榊原康政にしろ秀吉の誘いは断ってはいるんですけどね。でもって朝日姫は天正14年の5月に聚落台を出発しまして、5月14日に浜松に到着すると家康さんと婚礼の儀を挙げたんですね。この時、朝日姫は44歳、家康さんは45歳でございました。へー 今だったら別にあれですけどその時代の44歳と45歳だったら結構年をいっっててからの結婚って感じですよね。だから完全に略結婚ですよね。うん、人質代わり。うんうん、ドラマの方でもね「こんな年は嫁にもらっておの毒にゃあ」とか言ってね言ってましたけれどもね実際当時としてもかなりの年間っていうね、うん、感じではあったので子供望んでとかそういうね惚れたはれたではない関係であったっていうのはこれでもわかると思う。 ただね、秀吉の妹を妻にもらっても、家康さんってまだ上洛しなかったんですよね。この時のね、真実の方の家康さんは、秀吉と戦う気だったというよりは、どうもね、大阪に行ったら、秀吉に殺されちゃうんじゃないかっていうのを警戒していたようなんです。 それでね、聞いた秀吉の方も分かった。じゃあ自分の母親も人質に差し出すから、それなら信用してもらえるでしょって言って、なんと母親の中さん、大ころまで人質として家康さんのもとに送ってきたんですよね。で、一応まあ、名目上はね、娘の日姫に会いに行くっていうことではあったんですけれども、家康さんとしてはそこまでされたらもう上洛しないわけにはいかないというので、ついに上洛して秀吉に会うことを決めるんですね。ちなみにね、徳川実記では、この時、堺忠次とかがね、秀吉は信用なら 「行かない方がよろしい」って言ってあくまでも上洛を止めたのに対して家康さんが「ようやく戦国の世が落ち着いてきたのに私が再び秀吉と戦えばまた天下万民を苦しめることになる天下万民のために私一人が命を落とすことになってもそれは大したことではない」って言ったもんで堺忠作らも「さすがはとのそこまでの深いお覚悟ならもう乙女はいたしません」って家康さんに従ったんだと書いてあります。 まあまあね、例によって家康さんをかなり良い人としてはいるんですが、ただ、後の家康さんの行動とかを見ると、これ100%嘘って感じではないんですよね。やっぱどっかそういう思いも本当にあったんだと思います。 ドラマだけかと思ったけど、本当にそういうことをしっかり家康さん言ってたんですね。言ってます。一応その世間体で言ったのか、後に捏造したのか、わかりませんけれども、でもやっぱ全くね、思ってなかったらそうはならないんで、うん、まあ多少日頃から本心かどうかは家康さんしかわからないけど、そういうことは言ってたんだと。ね、アピールとして言ってた人なんだっていうのは間違いないと。 こうしてね、上洛した家康さんだったんですが、徳川実記の内容を続けますと、家康さんが上洛したその夜、なんと秀吉さんがこっそり家康さんの宿舎を訪ねてきて、うん、わしが草利取りから出世したことはみんな知ってることだで、今の家臣のほとんどがかつての同僚だったものなんだわ。だからわしを心から宿んだと思っとるもんは少ないんだわ。だもんで明日の越見の時にわしを思いっきり持ち上げてくださらんかのう。 徳川殿がそこまで従うのを見れば他の連中もわしを見直して心から従うようになると思うんだわーって言い出したんですね。名称原稿録なんていうのになるとね、さらにこれバージョンアップしましてですね、この時秀吉は黄金300枚とか、なんか名物のね、茶器とか、小袖とかね、ものすごいプレゼント攻撃をした上でこういう依頼を癒さんにね、したっていう風に書いてあるんですけど、まあまあさすがに徳川時期の方はね、そんな賄賂もらったっていうのは書かれてはおりません。で秀吉からそう 頼まれた家康さんは翌日、秀吉さんと面会した時に居並ぶ家臣たちの前で深々と頭を下げて平伏してみせたもんだから、内心ではね、秀吉をちょっと軽視していた家臣たちも、あの徳川殿があそこまで平伏して従う相手を軽視するわけにはいかないなーって考えを改め、それまでの秀吉を軽く見るっていう態度を変えたんだというふうになっております。 徳川実機の記述はここまでなんですが、さっき言ったね、名称原稿録になると、もっと面白くなってて、面会の後、宴会になるんですけど、その時ね、家康さんが秀吉さんの着てたね、ジンバオリを私にくださいっていうわけなんですよ。この時、秀吉さんが着てたのが、あの、例の南蛮虎の絨毯で作ったジンバオリだったそうなんですが、秀吉 すっごいお気に入りのジンバオリだし、なかなかね、代わりのないものなんでね、うちは貴重なもんなんで、いや、これはちょっとって、の足を踏んだんですが、そこへ、家康さんが、今後はもはや、殿下にジンバオリを着て、戦場におもむかせたりはいたしません。この家康が殿下の代わりに戦ってみせましょうって言ったもんだから、秀吉さんも大喜びして、そうかそうか、それならばって言って、家康さんにジンバオリを与えた、というふうなエピソードが。 あるんですよね。なんか、嘘か本とかは分かりませんけれどもね、一応面白いんで、ご紹介してみました。私もあのジンバ羽織だったら欲しいです。<laughs> <laughs> なんか、ドラマでもね、出てたんでね、多分これやるんじゃないかな、来週とか、ね、あ、来週っていうかね、あの、再来週なのかな、来週お休みだからね、多分だから見れるんじゃないかな、うん、というんで、ちょっと楽しみにしたいところではあります。 でもってね、ここからは徳川歴史じゃなくてね、三河物語の方に書いてある内容なんですが、家康さんがね、上洛する前に、もしわしが殺されたら、秀吉の母親を殺せ人質だからね。だが、妻は殺さずに送り返せ。家康は女房を殺したと世間に広まっては外文が良くないって言って、留守の家臣たちに命じた。 ってあるんんでですよねねどころもアサヒヒも姫人質なんで、ね、自分が殺されたら人質殺すっていうのは当たり前のように思うんですけど妻を殺すと外文が良くないというのはなんか当時はそういう考え方があったようなんですよね。 そういえばね、この時、家康さんの家臣の本田茂嗣っていうのが、このドラマでは出てきてないんですけれども、すごく有名な鬼作座って呼ばれる、むっちゃ怒りっぽい、気の短い人だったらしいんですけれども、このね、鬼作座が、秀吉の母親の中さん、人質になった大間所のいる宿舎の周りに薪を積み上げましてね、もし、家康さんが秀吉に殺されたら、ここに火をつけて、大間所を焼き殺す気でいたっていう話もあるくらいなんで、まあ、家康さんの上洛というのは、 それれくらいいい危険だというふうに徳川サイドでは思われていたようなんですねそのせいかね三河物語ではもっと面白い記述があって後に家康さんが上洛した時に秀吉さんが家康さんをね毒殺しようとしたんだけど用意してあった席がね上座になってたもんだから家康さんが遠慮して下座に着いたんですよ。 そうすると、元々の家康さんの席に、秀吉さんの弟の秀長が座ることになって、家康さんも秀長もその毒のことは知らないんでね。で、それで秀長もそのまんま毒の入った食べ物を食べてしまったもんで、秀長が死んでしまったんだなんてことが、三河物語に書かれてあったりするんですよね。確かにね、秀長って、天正17年頃から病気がちになって、小田原政伐にも参加できずに、2年後の天正19年に亡くなってはしまうんですけれども、ただね、 家康さんの代わりに間違ってどこに当たったっていうのはないかなと思いますね。うん、まあでもそれくらいね家康さんの家臣たちっていうのがずっと秀吉に対して警戒心を持っていたっていうのは本当だったと思います。秀吉の お母さんは大丈夫だった。その後焼かれたりはしてないですよね。<あ> <laughs> 大丈夫です、大丈夫です。家康さんがね、無事に帰ってきたもんだから、ちゃんと秀吉さんのもとにすぐ送り返されております。ちなみにね、その大間所を秀吉さんのもとに送っていたのがいい直政でね。で、秀吉さんやっぱこの時も彼をリクルートしようとするんですけど、まあまあもう断られちゃうんだけれども、そのリクルートしたかった思いっていうのがずっとあったみたいで、後になって家康さんに、直政、出世させてやってちょうよって言って手紙書いてね、送ったりなんかしているんで、よほど気に入って、 今ねリクルートのところにいたらめっちゃ秀吉さんはいい何ていうのああいうかもしてるいよね <laughs> まあ実際ね当たるも鉄砲みたいなところはあるんだけど「まあ、数打ち当たる」感で誰にでも言ってるみたいなちょっと名の知れたねよその歌詞には全部「うちに来ないうちに来ない」ないって言ってね言いまくってはいるんですけどね。 あとね、秀吉さんの妹の朝日姫の方なんですが、うん、家康さんはね、秀吉に侵入することで、三河、尊海、駿河、海、信濃の5カ国を安堵されたので、拠点をね、それまでの浜松から駿府に移すんですね。うん、で、朝日姫も一緒にその駿府に移ったので、それ以降、日姫は駿河御前と呼ばれるようになるんですが、ただね、その後、天正17年の11月に病気にかかって、天正18年の1月に亡くなってしまっているので、家康さんとの結婚生活っていうのはわずか3年半ほどで、 終わってしまうんですよねでもね家康さんに嫁いで,幸せだったんでしょうかね彼女もね秀吉の妹なんかに生まれたせいでなかなかね数奇な運命をね送ることになった人と言えるんでしょうけれどもね、うん、せめて駿河ではね幸せにとは言えなくてもまあなんか穏やかにね暮らしていたんだとは思いたいですけどね。うん、ねえ女子会とかをよくしておいしいもの食べて,てくれてたらいいかなって。 ねまただ実際にはうつってすぐにね病気になってっていうことなのでうん、うん、なかなかちょっと気苦労が多かったりねそういう精神的な面で辛い部分もあったのかもしれませんけれどもねまあ、その辺は分かりませんということで今日はね朝日姫の結婚と家康さんの上落についてちょっと予習も含めてお話してみました面白かったと思った方はぜひチャンネル登録グッドボタンをよろしくお願いします X もやってますのでよろしくお願いしますメンバーシップもやってます ではまた次の動画でお目にかかりましょうじゃあねー当時のさ女の人の寿命って どれぐらい何歳ぐらいいや、それは分からん。長生きする人はむっちゃ長生きするし、<laughs> あの、平均寿命がすごく40とかその辺で若いのは <laughs> 赤ん坊の死亡率が高いからなので、中央、うん、値っていうのがちょっと分からないんで、なので、まあ、早く死ぬ人もいるし、当時特に病気になったらなかなか医療っていうのがね、そんなに発展してないので、亡、うん、くなることは多いので、まあ、病気になったら亡くなるし、でもすごい元気な人はね、ものすごい89 0まで生きてたりもするので、ねうんうん、ちょっとそれは当時だから早く死ぬっていうのでは、 ないかなっていうのは思いますね。なんていうの。病気になった時に、今みたいに治療がうまくね、うん、して生き返るとか、病気が治ることが少なかったので、死んじゃうっていうのは、まあまああったとは思うんで、なんでそれがね、一概に体が弱いからとかではないかもしれないですよね。病気に対する、まあ、そういう。なんかチラッと聞いたことあんねんけど、薬厄年ってあるやん。うんうん。厄年って女の人三十いくつで、あとないやん。女性の薬厄年って。 男性はなんか40歳とか60歳とかなんかあるんだよね。ちょっとあまりよく知らないんですけど。なんかまあ、あれもいろいろあって、女性の場合はさ、子供も産んで、子供を産むのがまずね、死ぬか生きるかだし、で子供を産んで、当時のことだから子供を産むの早いからで、そろそろ子供が大きくなって、ほっと一息で気が緩んで、病気になったり亡くなったりすることが多いんじゃないか、みたいなのがあったりとか、あと女性ホルモンのあれが変わって、 体質が変わるんで、病気になりやすい、免疫がね、ちょっと変わるんじゃないか、だから亡くなりやすいから気をつけろよっていうことなんじゃないかっていうので、その辺の年齢っていうのがあったのと、男性の方はさ、当時女性は働いてないんだけど、いわゆる外でね、働いたりしてんだけど、男性の場合は外で働くっていうことがあって、外での働き方っていうのが、年齢と体力との兼ね合いで、気はあるんだけども、実は体力が落ちてる年齢なんですよみたいなのを分からせるようなのが、厄年なんじゃないかっていうのは聞いたことあるけどね。だからちょっと女性の と男性の役年っていうのは意味合いが違うんだみたいなのは昔聞いたことがございます本当かどうかは知りません <laughs> 私男じゃないしよくわからない女性の役年が30代以降がないのは昔の女性は寿命が短かったからやって聞いてるけど 違うのああ、それよりは、仕事してないっていうね、そのままずっとって感じだから、それ以降の変化がそんなにないっていう感じなんじゃないのかなとは思います。うん、ただ、平均で言うと、ちょうど約年ぐらいの年に亡くなってる人が多いのは多いんですよね。だから、そのくらいの、平均値で言うとそのくらいの年齢で亡くなってる人が一番多くなるんだけど、ただ、言ったみたいに、幼児の頃の死亡率で平均がぐっと若くなるんでね。うん、なので、まあ、ちょっと一概には言えないんじゃないかなと思、ね。思は、うん、ーい。